1969年の南海ホークスでは、1969年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、飯田徳治が1年だけ監督を務めたシーズンである。1968年オフに23年間式を取った鶴岡和人前監督の優退を受け、飯田新監督がこの年から就任。 ユニフォームも1959年以来使われた肩ラインを廃止し、新たにオレンジ色を追加と一新した。1966年以来の優勝が期待されたが、開幕前に前年2役新の原動力となった、港は六夫や三浦清宏などの主力投手が怪我で、離脱し、打撃陣も野村克也がホームで相手ランナーにタックルされる怪我を負い、 広瀬義則やドンブレイザーもシーズン途中で故障。投打の主力が相次いで怪我で離脱するとチームはシーズン中盤に球団史上最悪の15連敗を喫し、一気に最下位に転落。ベテランの故障や不審もあり、この年ルーキーの富田勝などの若手が出場機会を増やしたが経験不足を露呈するなど誤算が続出。8月以降は立ち直り。 西鉄と語位争いを演じるものの、最後は再開でシーズンを終えた。結局飯田監督はわずか1年で辞任し、主砲の野村が公認の監督に就任。またブレイザーが引退し、翌年からヘッドコーチに就任した。投手陣は三浦が12勝、2年目の西岡三四郎が10勝を挙げたもののチーム防御率3.56はリーグ再開で打撃陣も野村。 広瀬などの故障で、チーム本塁打が85本と落ち込み、打線全体で貧打にあええだ。カード別では西鉄に15勝10敗1分と、勝ち越して、過労死じて全球団負け越しこそ免れたが、それまで得意だった、半球、近鉄に、それぞれ9勝16敗1分、9勝17敗と、大きく負け越し、両球団のマッチレースをアシストする形となった。ありがとうございます。